市出身なんですけども、お二人ともは私の出身で先輩ですね。中西さん、今日はなんで座ってるんですか？今日はスタンディングじゃないですか？あ、今日はですね、歌中心に。あ、まあ、聞こえてません。歌中心にですね、お届けします。本当にいい歌をお届けしますんで。ストレスを止めてステージ降りないでください。全て発散してくださいね。それではお待たせしました。磯貝健治&中西隆、よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。ということでね、今紹介いただきました磯部健ちゃんと中西隆、ね、オーディットということでユニット、ユニットね、今日は喋れないと思うと、ね、はい、そうそう、まずは1曲やるんだよね。時計はちょっと僕若干心配があってですね、あそこに僕の iPhone があるんですけど、あそこに2人ともちゃんと入ってるかちょっと見てもらえると。これ、はい、結構大事なことです。もうちょっとこうすれば中西さん外れるって言ってる。残念ながら入っちゃってますか。ありがとうございます。拡大しますね。大丈夫です。はい、大丈夫でございます。はい、ということで今日はですね、エバリーブラザーズという、ね、1950年代59年ぐらいから59年58年ぐらいで、活躍したアメリカの、兄弟、なんか喋りが面白くないなって喋ると思ったんです。お兄ちゃんの歌だ。おじいちゃんの歌。おじいちゃんの歌です。もうしかも残念ながらもうあっちに行かれちゃってる方たちの、あっちに行かれちゃってる歌ですけどね、はい、でもね、いい歌なんです。こうね、こうやって喋ってですよ、で曲を聴いてもらって、おーすげーと思ってもらえると勝手に思っていますよ。はい、じゃあ行きますか。きっとね、聞いたことがある。聞いたことないかもしれない。聞いたことがあるかどうかはあなたたち次第って言ったりして、いい曲ね、いきますね、聴いてください。Dream, dream, dream, dream.
知らん曲だと思う。で、あれよくいい曲じゃなかったですか？うん、こうなんかうっとり。最高。ね、うん、ビーム。あの私がするべきことはめでることです。なんか食べる。ね、なんか僕自分にぴったりの曲だなと思います。はい、ということで、はい、今日はですね、こんな感じでどんどん、どんどんいきますが、次は何でしたっけ？すでにこれね、あの今までのパターンで譜面が順番がくしゃくしゃになって、これ。これ昔の曲なんで曲短いんですよね。ほとんど3分以内で終わるんで。そうそう、だからね、実はね、喋れちゃうもん。これ喋らないです。あ、ちょっとなんかギター低音出すぎかな。大丈夫か。あ、こっちだけ、そっちは大丈夫。あ、わからない、どうでもいい。これ次はあのストロークガンガン行くの。悪かったのは僕みたい。あ、さっきと全然僕が違う。すみません、僕が悪かったです。はい、大丈夫かな。次はちょっと景気がいいかどうかは皆さんにして。こんなことばっかりでいいですよね。いいな。あ、いいかな。ちょっと聞いてみて。これね、あれがついてないの、ね、これもないの、ね、いいか、そっち出てる方はもうしてない、大丈夫。だからみんなね、無関心。 OK、 これは何でも OK。 何でも OK。 はい、じゃあ行きますかね。はい、
ちょっと今ね一瞬撮りましたけど、そんなことないですよ。あ、僕ね、西尾出身、このみんな皆さん西尾界隈の人たち今日多くてですね、いや 西尾界隈の人はい手を挙げてください。はい、なんですよ、西尾はね、あの音楽のメッカあの今思いつきに言いましたけど、あの西尾ね、三階亭っていうライブハウスがあるんですけど、そこのマスターがね、同級生なんです。実は。ですよね。だからどうだったのかな。って。はい。ということで、あ、今のね、今の曲ね、あのこれ、これエヴァリーブラザーズは1959年ぐらい、58年か9年ぐらいからデビューしてね、で、実はちょっと後に61年とか、まあ、50年代、ビートルズもね、この同じ時期にちょっと遅れて、で、ビートルズは確実にこの人たちの影響を受けていて、真面目な話をしてますけど、ちょっと早くしちゃいますけど、あれですよ、ビートルズ自身もあのエヴァリーブラザーズ影響を受けた時はこういうことをね、なんかどこかに言ったりしてますけど、ね、あの今のいいですか、滑舌が悪くて無意味、いや早く話を済ませようと思ってこう早口で喋ってますけど、帰ってもらえなくて時間食っちゃう。あれ、あこれ多分ね、あって思ったりって言うと思います、このね、これビートルズ、この打ってます。で、あともう一個、あの、コーラスはね、同じ音楽の解説しますよ、今日は。こうでね、同じパートからこう始まって、こう、少しずつ離れていくっていう、あのね、これね。5曲やっちゃったからもうあなたはしゃべりしゃべりからさ、今日はね5曲用意してきたから終わりましたね。6曲まだ1曲あるんですまだね。あ、じゃ あ, あの仕切り直してこうエヴァリーブラザーズちょっと撮っていこう、というとだいぶ時間がなくなっちゃったね。まだ全然ある、全然ありますか、うん、全然っていうのは、全然ってやっぱお金のこと全然って言います。滑ったよね。すいません。本当にもう、ね、最近よくないですよ、ね。なんかパンって言われるじゃないですか。言われたことに対してこうパンとこう。なんかパンって言われてますか。違う、僕の、僕たちのライブは下ネタ禁止ですから、入れって言いましたね。下ネタ聞こえてくる。パンって言いました。パンパン、はい、はい、粛々と
曲を。懲りずにお兄と出てください。懲りずに。大丈夫です。懲りずに。やってほしいってずっと何回も投げることあるたびにこう言ってるんですけど、絶対やってくれないです。え？キョン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 そっくりじゃないですか。はい。ということで、まあ、キョンキョンの話を置いといてですね、次は、ね、雨に泣いている。違う、雨に泣いているっていう歌を、雨に泣いているっていうと柳ジョージさん、そうウェッピリンだね、ウェッピリンだね、それじゃなくて、あそれじゃない、あの雨に泣いているね、エバリーブラザーズの、これはいい曲です、いい曲ですよ。はい。I'll never let you see the way my broken heart is hurt to me. I got my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain for the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though my heart aches in pain. I do my crying in the lane.素敵じゃなくて違う言葉に聞こえて、あの間違った反応してしまうかもしれないので、あの言うときはですよ、大きな声で言ってください。下ネタに変換しちゃうもんね。パンパンパンはパンです。はい、あ僕もとにかくちょっととにかく歌う予定の曲をもうね、早口喋るんですけど、歌う予定の曲をちょっとパッ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 と言って次の曲に行きたいですね。次の曲はですね、これまたあの今日はあの バラード系ゆっくり曲が多いですね。これ違うこれじゃない、探す時間これがねちょっとね
良くないですよとか、いつもね僕のライブこれこうなっちゃって、で今日はこうならないように、あの今日ここ来る前にあのうちの方のジョイジョイね、カラオケで2人で練習してきて、順番も決めようってこうこうやって並べてきたんだけど、皆さんがねいろいろチャチャを入れていただけるので、あのその間にくしゃくしゃになって、ね、どういうことですかこれは、なんか僕はなんかマジックにかかったような、あったこれ D で始まる、次はね D で始まる、はい、これもねいい曲です、いい曲です曲はちゃんと聴いてもらって、間はもう思い切りはもうね、ノムシグナにしてもらって結構です、はい、じゃあね、聴いてください。ディボーテッドユー、僕はあなたに首ったけ、という多分そんな曲です。いくつだと思います、年年齢、あ、お父さんとお兄ちゃんと比べる と、どっちが若いでしょうか、興味ない失礼しました、はい、あの
ど、どうでもいいと思います。ごめんなさいね、くだらないことを言ってしまって、ね、はい、最後の曲は、ビートルズの曲なんでね、レッド・イット・ビーという曲がありますけど、それにミーをつけたっていう、うん、曲がすでに1959年か60年かぐらいの時にできてました。だからね、きっとビートルズはこの曲からミーを取って、レッド・イット・ビーをね、さっきねやられてましたよね、作ったんじゃないかって勝手に思ってます。本当かどうかはあなたたち。はい、最後の曲です。これもちょっとバラードですけどね、顔で歌いますから。で、ギターも顔で弾くし、歌も顔で歌いますので、まあ、そこら辺を見ていただけたら。ギターはね、皆さん顔で弾きますよね。金井さんも当時、金井さんもギター顔で弾きますよね。そうですね。人それぞれ、はい、もう いますじゃあ、Let It Be Me という曲を聴いてください。ありがとうございました。
もありがとうございました。爆笑ライブを。